第46回横浜みなと祭り国際仮装行列、かわいいフロートがやってきました。サンバのリズムに合わせてミッキー、ミニーがやってきました。東京ディズニーランドは今年15周年のアニバーサリーを迎えているんですね。加藤さん、この東京ディズニーランド思い出があるそうですね。いや、もうできてすぐから、ずーっと行ってますね。もう15年、その間にそうですね、14、15回行ってるんじゃないですかね、もう。グランドで走るよりもディズニーランドで走ってる回数が多かったですね。スタートダッシュで、開門と同時にね、乗りたいもの、乗り物のところに走っていきましたね。生稲さんはよくいらっしゃいますか？やっぱり行きますね。乗り物は結構怖い方なんで、こういうあのパレードとかばっかり見てるんですけど、あのさっきね、聞いたんですけど、このゴールデンウィーク中、東京ディズニーランドすごい人だらけそうですね。実は4年ぶりの参加になります。過去にも1回出ていただきましてね、それから15周年ということで、非常に楽しいフロートですね。キャラクターほとんど乗ってるじゃないですか。ミッキーマウスと抱き合ったことがあるんですけど、やっぱり嬉しかったです。ミッキーマウスとね、抱き合ったことがあるんですけど、あれは感激でしたね。加藤さん、女性の表情、さすがあのショービジネスの中で生きてるって感じですね。持ってますね、生きてますね。それとね、やっぱりディズニーランドの音楽っていうのはね、やっぱりこう引きつける音みたいなものをちゃんと演奏してますね。洗練されてますね。されてますね。ちょっとお年寄りから子供まで楽しめますよね。